大手の外資系金融機関に就職が決まりました。面接の時に借金について質問された時に借金はないと嘘をつきました。今後会社にバレることはありますか？ありません。このまま就職して働けない会社でも大丈夫でしょうか？大丈夫です。すぐに返すことが難しいんですが、何か良い方法がありますか？アドバイスをください。まあ、とりあえず、一箇所にまとめた方がいいですよ。弁護士に相談するなりして。で、一箇所にまとめといた方が、総額が分かるのと利率が分かるので、借金多くしてる人にありがちなのが、いろんなとこで借りてて実際いくらなのかよくわからんっていうのになっちゃって、で、返したつもりだったけど、ここが残ってたみたいなのがあるので、で、一箇所にまとめるっていうのをやると、総額の利率下がったりする場合があるんですよね。なので、ちょっとそこら辺弁護士さんに相談してみるといいと思います。会社にはバレないので、黙っといてください。